マングローブを含めて、ここは、水上生活者の人で住んでいる。建設が途中で終わったままになっているもので、今は特に何にも使用されてない建物になります。そしてこの右手側、白い棒が立っているのが見られますけれども、こちらが王宮の裏口になります。実は王宮には水上からも行くことができます。先ほど見た金色のドームも近くでちらっと見ることができますので、右手にもご注目してみてください。それではまたボート進めてまいります。集団だね。あの左の木のおっとあれだな。重心だね。木の陰でよ。取らんねんな。いや取れねえ。なかなか。ちょっと望遠でないとダメやろ。望遠でもわかんねえ。